はいえー、とでは始めさせていただきます和歌山県立医科大学薬学部の生薬天然物科学研究室に所属しております田村と申します、えー、と本日は新しい視点からのアレルギー薬を自然界から探すというテーマでお話しさせていただきますこれまでの 病気とか治療というお話とはちょっと違って、えー、薬をどうやって探してくるかというお話をさせていただきたいと思います、えー、まず簡単に自己紹介させていただきます、えー、私は大阪大学の出身でして、えー、そのまま博士課程へ進学し、えー、学位をいただきましたでその後、えー、助手として雇っていただき えー、その後は、えー、京都薬科大学、埼玉の理化学研究所です、ね、に行った後、えー、大阪大学に戻ってきまして、さらに今度は東北大学の理学部ですね、薬学部ではない理学部に移動し、えー、北上して岩手医科大学の薬学部に行き、えー、昨年の4月より和歌山県立医大に赴任しております。 一貫して天然物科学と分野の研究を続けておりまして自然界にあるものから薬の種であったり生命現象を解明する鍵となる化合物を探してくるという研究を続けてまいりましたどのようにして研究を進めるかという概略図をここに示しているんですけれども一概に薬を探すといってもパッと思いつかないかと思うんですが 薬が必要ということは、まあ、病態だとか感染だったりということが起こっている状態ですね。その病態だったり感染に密接に結びついている生物メカニズムに着目して、これを模倣したような活性評価系、圧生系というふうに一般的に言うんですけれども、これを自分たちで立ち上げます。で、この活性の評価系をもとにして、 活性があるものを探してくるというのが基本的な作業とか研究になります。でこの活性評価器を使って活性化合物を探してくるのに元となるものですね何から探してくるかっていうところで天然物というものを使っています。 で天然物からまあ幸いにして活性がある化合物を見つけられたとしてもそれがそのまま薬になるということはもうほぼありませんどうするかと言いますとその化合物のまあ似たような構造のものを探してきて活性を試験をしてよりよく効くものを探してきたりあるいは天然から得られてくる活性化合物というのは非常に微量ですので 人工的に合成をする有機化学的に合成をしてそういうものを作っていくその過程においてちょっとずつ天然から得られたものとは微妙に構造が違うものをたくさん作っていわゆる類縁体というふうに呼ばれますがそういうものをたくさん作って活性を評価してよりよく効くものをどんどん探していくという操作が必要になってきます。 さらに強く効くだけでは意味がなくて、えー、最終的に人間に効かないといけないので、えー、と動物試験を課してここで活性があるものを探さないといけないということになりますただ活性が強いだけですと,、えー、と体の中に吸収されなかったりですとか、えー、すぐ分解されてしまったりとかすぐ、えー、とおしっことして出されてしまったりということもありますのでちゃんと体の中で効くという必要性もあります さらに毒性があると当然お薬にはなりませんのでその点も踏まえていろんな化合物を作って活性が強くかつ動物試験に対してもしっかり目的の効果が出てくるという化合物を見つけるというのが全体の流れになりますこういった薬を探してくる、まあ、科学的に探してくるんですけれどもメディシナルケミストリーというふうに呼ばれています 我々はえれは2本の柱で研究を進めておりまして、1つはそのメディシナルキミストリーなんですけれども、もう1つは薬にならなかったとしても、この病態であったり、感染度、生態メカニズムがどのように起こっているかっていうのを明らかにするという、もう1つの仕事もやっております。 こちらは今日はお話ししないんですけれども、見つけた化合物が一体体の中のどのタンパク、あるいは、えー、感染症であれば、その感染元のどこのタンパクに、えー、作用しているのかということを明らかにして、それを潰してやれば、えー、病気が治るんだよということが分かれば、次の薬のターゲットとして、えー、こういうものが見つかるということになりますので、えー、そういった 体の中がどのように働いているのかっていうのを見つけるというのももう一つの仕事にしております。こちら側はケミカルバイオロジーというふうに呼ばれています。我々の研究はそのメディシナルキミストリ、薬を作る方と,、えー、とケミカルバイオロジーですね、どのようにして効いているのかっていうこの2本柱で研究を進めております。 さて、メディシナルケミストリーでこの天然物を元にして化合物をいろいろ探してきてお薬の元を見つけるという話をしましたがわざわざそんな天然物を使わなくてもいろ、まあ、んなものを今合成できるんじゃないかと思われるかもしれません。こちらの表は2000あすみません1981年から2019年に、えっと、認可されたお薬を分類したものになります。 えっと赤で書いてあるこの天然物そのものであったり、薬用植物、こちら天然物の誘導体ですねで。この部分は天然物の構造全体を真似して作った医薬品。え天然物の効く部分だけを使った医薬品。でこれは天然物の効く部分を真似して作った医薬品というふうになります。なので、このエリアと,、えっとこのエリアですね。これがもうすべて天然物そのもの、あるいは天然物を 元ににして作られた医薬品とということになりますおよそ半分を超えてきているということが見てわかるかと思います。えー、確かに合成医薬品というのは魅力的ではあるんですけれどもやはり天然物自然界には人間が考えつかないようないろんな多様な構造が潜んでいるというところからやはり新しい薬を見つけるのに 多様性ということがよく使われますが多様性を持ったソースが欲しいということで天然物を元にしてということがよく行われています今回お話しするのはこちら側ですね薬を探すというお仕事になるんですけれども、えー、生薬の素養実はしその葉っぱですねこれ素養に含まれていた アレルギー発症メカニズムを抑える化合物からアレルギー薬の開発を行うというお話をさせていただきます。まずアレルギーがどうやって発症するかというところなんですが、体の中に抗原ですね、いわゆる敵ですね、が入ってくると、これを食べる細胞がいます。で食べてこれをちぎってこれが敵ですよというふうに提示をします。これを抗原定時細胞というふうに この敵の一部分を認識して、リンパ球がいろいろな働きをして、最終的にこの形質細胞というものが成熟して出てきます。この形質,質細胞から吐き出される、えー、とイムノグロブリンですね、いわゆる抗体になります。この抗体が実はこの抗原と呼ばれるの敵の一部分をちゃんと認識するものが吐き出されます。 これによって体の中で応答ができるということになります。この吐き出された抗体なんですけれども、マスト細胞上にこのように青く示した、これがまあ座布団だと思っていただければいいんですが、抗体が、えっと、座る場所がすでに用意されています。このマスト細胞上の座布団の上に抗体が座ります。これが間鎖という状態になります。 この状態の時に2回目の抗原が入ってきますとこのマスト細胞の上に座った抗体に抗原が認識されます。これと同じものですね。この状態、ブリッジがかかる状態になるとマスト細胞はそれに応答してこの中に溜め込んでいる、えー、メディエーターというものをバッと吐き出すということを行います。 これいわゆる脱化流と呼ばれる現象なんですけれども、この吐き出された中にはヒスタミンであったりとかロイコトリエンであったりとか炎症とかかゆみを起こさせるものがたくさん入っています。これを各組織が受けることによって、例えば平滑菌というのは血管ですね、血管をギュッと縮めたりとか、血管の透過性を上げて、 炎症性の細胞がこの抗原が入ってきたところに急行できるようにというような応答をするんですけれどもそれが過剰に起こったものがアレルギーというものになります。蜂に1回目刺された時よりも2回目刺された時の方が危険な状態になるというのは実はこういうメカニズムなんですね。1回目に刺された時にこの間差が成立してしまってて2回目に刺された時に このマスト細胞の上で抗体が抗原を認識して、こういったものが吐き出されて、これが急激な反応となって、ショック症状が起こる。いわゆるアナフィラキシーですね。が起こるっていうのが、こういうメカニズムになっています。現在、アレルギーを抑える薬っていうのは、複数の標的を持っています。一番一般的と言っていいかもしれませんが、抗ヒスタミン薬などは、 えとこの吐き出された、えー、こういうい粒が、えー、各組織において、えー、応答できないように蓋をしてしまうような薬になりますあるいは、えー、このマスト細胞が吐き出せないように脱下流できないように抑える薬というものも開発されていますさらに上流の方ですと,、えー、とこの成熟して形質細胞ができるところを抑えるお薬 であったりとか、えー、吐き出したこの抗体を、えー、無力化してしまうお薬というものがあります。こういったものが現在こうアレルギー薬、まあ、花粉症とかにも使われる薬になっているんですけれども、我々はこれら、す、え、で、ー、に見つかっている、えー、対象とされている現象ではなくって、ここですね、マスト細胞の上に、えー、抗体が座るというところに着目しました。 直接的にはこのマスト細胞の上に発現している座布団ですね、この座布団の数を減らしてやれば、抗体がマスト細胞の上に座れなくなって、脱顆流が起きないじゃないかという仮定のもと、このマスト細胞上の座布団を減らすという活性評価計を立ち上げることにしました。 このタンパク FC エプシロン R のタイプ1と呼ばれるタンパク。これがいわゆる座布団になります。これの発現抑制をする化合物を探すという仕事になります。活性評価系の構築になります。 えー、人のマスト細胞の上に、まあ、抗体処理をすることにって抗体ってうの難しい話じゃないんですけれども、えー、座布団にラベルをつけてやるという作業になります。なので、えー、マスト細胞の上にたくさん座布団が発現していればたくさん光る強く光るという、えー、印付けをしてやるという作業になります。で こちら側が、えー、その検出した図になるんですけれども、えー、横軸に蛍光強度縦軸に細胞数を取ってあります。なおち特典分布に近いような感じですね。えー、より特典の強いものがたくさんいると山が右によって出てくる。まあ、こちら側が、まあ、いわゆる座布団の数ですね。なので、えー、通常そのままの状態でマスト細胞を測定しますと これぐらいの位置に、えー、座布団の数がマックスあるような細胞が出るという形になります。これに対して座布団の発現を抑制する化合物を投与してやることによって、えー、座布団の数がぐっと減りますのでこの山がずっと左にシフトして、えー、座布団の数が少ないところにピークが来るというような、えー、この差ですね。 山が左にシフトするというものを評価してやるということで、化合物を探索することにしました。でまあ、ちゃちゃっとやってしまうんですが、まあ、日本茶の中から、まあ、結構、えー、健康食品とかで言われている、いわゆるカテキン類ですね、カテキン類がその座布団の発現量を抑制するということが、えー、分かりました。 ただ、その抑制の効果はあったんですけれどもえ、ここの濃度ですね、抑制するための濃度っていうのが、えっと、125マイクロモーラーという濃度なんですけど、これかなり、実はかなり濃い濃度でして、た、えと、ー、え飲んだとしても、体の中でこの濃度っていうのは、おそらく発現できないぐらいの高い濃度なんですね。 なので、実験としては一応抑制はしてるんですけど、これじゃ薬にならないよねっていうことで、さらに探索を進めました。で今度はクズの花ですね、生薬カというものから、えー、さらに活性物質を見つけることとしました。 これなんだかトーナメント表みたいなやつがダーッと出てますが、どういうことかというと、えっと、500グラムの角果からえっと抽出したエキスを作りまして、えー、これ水と油で分配をしています。なので、水の層にたくさん入る化合物と、その油の層にたくさん入る化合物に分けてやるということですね。でこの分けた結果、水の方があんまり強くなくって、この油の方にえかなり強い 抑制活性が認められたので、この中からさらにより分けて活性を見る、より分けて活性を見るという作業を続けて、最終的に単一の化合物まで持っていきます。で、このより分けるというところなんですが、実はシリカゲルカラムクロマトグラフィーという技術を使っています。 これ中は実はシリカゲルの粉が詰まっててサンプルを上から流していくと、えっと、層の状態でこう色が変わっているのが分かるかと思います。これ実はシリカゲルにくっつく強さの差によって分けているんですね。どういうことかというと簡単に言うと、えっと、いろんなものが混じっているものをシリカゲル詰まったところに流してやるとシリカゲルに吸着しやすいものがく くっつきにくいものですね。ごめんなさい。くっつきにくい黄色のものは、えっ、ー、と、尻かにくっつかないので、どん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 下に流れていきます。で、尻かげると、くっつきやすい緑の化合物は、くっついてから流れてくるので、比較的ゆっくり流れてくる。その間のものはその間にくる。これを順次受けてやれば、くっつきにくいもの、中ぐらいのもの、くっつきやすいものを順々にこう、 流し出し出てやることができるのででこここれによってて、えっと、化合物を分離すするとということができ,てきますこの技術を用いて、えー、油の層に来たものをぐーっと分けてやって要はくっつきにくいものからくっつきやすいものにぶっと分離してやるとこの中ぐらいのところのフラクションっていうんですけども流れ出たところに活性が座布団を抑える活性が出てきました。 同様にして、分離と活性試験を繰り返すことによって、最終的にこれが単一化合物になります。で、隣のところからさらに分けて、これが単一化合物になるんですけれども、こちらの化合物は構造式で書くとこんな形をしている化合物、テクトリゲニンという化合物になります。で、もう一つの方は、ゲニステインという化合物が、 活性物質とししてて得られてきました、えー、先ほどのカテ,カテキン類が100マイクロモーラーという単位で効いてきたのに対して大体、えー、いい100分の1近くの薄い濃度であっても、えー、活性が出てくるという、えー、先ほどのカテキンよりも、まあ、より薬になりやすいんじゃないかなという化合物が見つかってきました。 でえっと、かなり似てる構造をしているんですけれども、これは全部イソフラボンというふうな分類にされる化合物になります。なので、イソフラボンに、まあ、全般的に活性があるんじゃないかなということで、えー、イソフラボン類、手に入る、えっと、これ実は売ってるものもたくさんありますので、売ってるイソフラボン類を、えー、いろいろ集めてきて活性を評価しました。 その結果、まあ、最初に見つけたテクトリゲにやはり強いんですけれども、グリステ,、えーえー、テインという化合物が、ちょっとところどころ文字化けしてますが、グリステインという化合物が結構強い活性を示すと。で、えー、とここ四角になっているのはこれですね、米印ですね。えっ、ー、と、濃度が上がってくると。 と本当は効くんですけれども、これ数字が落ちているのは実は細胞毒性、まあ、強すぎるために細胞が死んでしまっているので、まあ、数字が悪くはなっているんですが、より低い濃度でしっかり座布団の量を抑えるという化合物を見つけることができました。でさらにそこから、えー、と構造をいじくるんですけれども、えー、有機化学的に似たような 化合物を作っていくという話をちょっと冒頭の方にさせていただきましたが、それはどうやってやるかというのを一例としてここにお示ししています。この11番という化合物はまあ売っているんですけれども、この売っている化合物から例えばこの部分にこういう構造を導入したり、この部分のこのピピってなっている部分を外したり、あるいは この OH に、えっと、何か違う構造のものを結合させたりということを繰り返して最終的に目的の構造を組み上げるこれ有機化学の、えっと、有機合成という作業になるんですがこういうことをやることによって、えー、好きな位置に、まあ、自由にある程度自由にいろんな構造を組み入れることができるってことができますこのようにして合成した、えー、ウィステインの まあこの部分ですね、もともとグリステインはここにメチルキという観音機があるんですけれども、そうではなくて、両方なくしてしまったりとか、えっと、位置を入れ替えたり、両方ともに入っているものを、まあ、人工的に先ほどのお見せしましたように合成をして、えっと、活性試験を行いましたところ、このグリステインの結果よりも、ね、15C というこの化合物が、えー、より強く まあ、座布団の発現を抑えるということが明らかとなりまして、まあえー、と見つけた天然物よりもより活性の向上したものを見つけることができました。まあ、同様にして、えー、こちら側は先ほど活性の良かった形に固定してこちら側をいろんなふうに構造をちょっとずついじったんですけれども、えー、と先ほど見つけた 15C、ね、が、まあ、一番活性が強い ということが分かりまして、まあえー、天然物から見つけたものをいろいろ構造を変化させて、最終的に、まあ、活性の強いものを見つけることができたというお仕事になります。えっと、さて、ここで、えっと、ヒットマスト細胞に対する座布団ですね、IGE。 の需要帯というふうに呼びますが座布団の発現を抑える化合物を見つけることができたんですけれどもこの化合物これらの化合物はまだ座布団の発現量を抑えるだけであって本当にアレルギーを抑えるかどうかというのが分かりませんそこで本当にアレルギー症状を抑えられるかどうかというのを動物モデルを用いて試験をしたいというふうに考えました動物モデルとしては のアレルギーを発症するモデルというものがありますので、これを利用してアレルギー症状を抑えることができるかを見たかったんですけれども、えっと、動物はラットを使うのに対して、えっと、今までは人のマスト細胞に対する活性を見てましたので、えっと、ここに主差というものが生じます。要は、人とラットの違いがあるじゃないかというところですね。なので、えっと、ラットの細胞でもちゃんとこれら見つけた化合物が えっと、マスト細胞上の座布団の発現量を抑えるかどうかというのを確認いたしましたところがですねあの非常に驚いて残念なところなんですけれども、えー、これまで苦労してきた見つけた化合物というのがラットのマスト細胞に対しては全く活性を示さず要は座布団の発現量を一切抑えないということが分かってしまいました でこういう化合物をラットに投与したところで絶対効くわけはありませんのでこれちょっと考え直しをしないといけないなっていうふうになりましたまあ最終的には人のアレルギーを治したいので、えっと、人のマウス細胞に効いたこれらの化合物を使うことにはなるんですけれどもまずその座布団の発現量を抑えることによってアレルギー症状が抑えられるかどうかっていうところを えーまあ、明らかにしたいというふうに考えましたので、えっと、新たにラットのマスト細胞に対してザブトンの発現を抑えるものを探してきて、その見つけた活性化合物を使って、えー、動物モデルで、えー、本当にアレルギーが抑えられるかというのを確かめようという、えっと、新しいストラテジーというか、まあ、作戦ですね、で、えー、研究を進めることにしました。 活性試験法につきましてはもう全く一緒ですね。人のマスト細胞を使ってたところをラットのマスト細胞に置き換えて、同じように座布団を傾向でラベルをしてやって、このようにヒストグラムを書かせて、山が左に動くかどうかというものを活性の指標として活性化合物を見つけるということを行いました。今度は思想ですね。素養という小薬から えー、活性を見つけましたので、えっと、先ほどと同様に、えー、油と水で分けた油のところからシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離、活性を見る、分けて活性を見る、分けて活性を見るという操作を、えー、繰り返し行いまして、最終的にこの B3、えー、B2 と書きました、ここに単一の化合物、活性化合物が集約しているということが分かりました。 ちょっとごちゃごちゃとややこしいですけれども、先ほどまでの化合物と比べてちょっと大きめのややこしい構造をしている化合物、まあ、いろいろスペクトルを用いてこういう構造だということを決定することができました。だからこの化合物、結構微量でしか取れませんでしたので、えー、今後動物実験をするにあたって、ちょっと量的に心細いなというふうに考えてはいました。 で幸いにして、これと似たような化合物に対しても、ほぼ同等の活性があるということが分かりました。まあ、化合物の構造としては、この部分はちょっと違っているんですけれども、このクロリン E6 という化合物に対しても同じ活性があることが分かったんですけれども、これ何がいいかというと、実はクロリン E6 は市販品なんですね、売ってるんですね。なので、えっと、苦労して分けて分けて分けて。 わずか取れるものを使わなくても、えって買ったものをそのまま使えばいいじゃないかということで、えっと、動物実験に対しては、このクロリンイエロクを用いて進めることにいたしました。えっと、まず、ラット動物ですね、に対して投与して座布団の量が減るかどうかというものをまず確認いたしました。えまあ、作業工程がざーっと細かく書いてありますが、要は、 えとラットにサンプルを飲まして、えーと、お腹の中からマスト細胞を取ってきて、えー、先ほどと同じようにザブトーンのラベル化をして、えーと、山が左に動くかどうかというのを検出してやったということが書いてあります。えー、さて、えー、先ほど、えー、活性物質を見つけた大元の素養ですね、子孫の葉っぱの抽出エキス。 とえー、最終的な化合物からちょっと似ている化合物ですね。クロリン E6 という化合物を、えー、それぞれラットに飲ませまして、えー、座布団の発現量がどれだけおさわっているかというのを表にしたものになります。えっと、A というのは1日飲ましただけで、B というのは1日1回を2日飲ましたものになります。えー、最終的にこのクロリン E6 という単一の化合物を 体重 1kg に対して 10mg 飲ませたものは座布団の発現量が46%も抑制されているということが分かりました同様にも、えー、ともと見つけた子孫の、えー、と抽出のエキスに関しても、まあ、2日飲ませてやることで25%ほど抑制がかかるということが分かりまして、えー、この辺はちゃんと整合性が取れているなというところになります 幸いにして、プロリン E6 を飲まして、えー、ラットの体の中の、えー、マスト細胞の座布団の量が抑えられるということが分かりましたので、えー、これでもしアレルギーがちゃんと抑えられれば、座布団の量を減らせば、アレルギー症状が改善されるということが証明されることになります。さて、実際に、えー、ラットのアレルギーモデルに対して、えー、サンプルが効くかどうかというものを試してみました。 これが投与のスケジュールになるんですけれども、ラットに対して1日1回投与して、3日目のえっに、この安泰 DNPIGE というのを打ち込んでいます。これどういうことかと言いますと、えっと、冒頭にお示ししたアレルギー発症のメカニズムになりますけれども、ここですね。 えと実際は抗原が入ってきて体の中でいろんな作用が起こってこの抗体が吐き出されてくるんですけれどもえともう人工的に外側からこの抗体を打ち込んで間鎖というものを成立させてしまうというのが先ほどの3日目の作業になります。最終的にこの炎症作用が起こるかどうかというものを見ますので 血管透過性更新、ここに着目して、えっと、色素を打ち込むと、血管の透過性が上がってますので、色素が外に漏れ出てくるというのを検出するという、えー、メカニズムになります。そうですね、抗体を打ち込んで、間鎖を成立させて、その後、抗原を打ち込んで、ここで過橋を形成すると、 この炎症性の作用が起こって最終的に結果の透過性を見るというアレルギーモデルになります。先ほどお示ししたここですね、ここがえっと抗体を打ち込んでいるところになります。で5日目にえっと抗原と色素を打ち込んでアレルギー反応を起こしてやって、えっと、アレルギー反応が起こると、 このように血管から色素が染み出てくるので、これ、アレルギーの反応が起こって、炎症が起こっているという図になります。もしアレルギーが収まれば、ここの青いこういう反転が、色素の進出がなくなりますので、このようになるというアレルギーモデルになりますで。実際にサンプルを4日間投与し続けて、最終的にアレルギー反応を見ましたところ、クロリン A6 を ラットの体重 1kg に対して 10mg 飲ませたところ先ほどのいわゆる青い斑点の大きさがだいたい40%ほど抑制できたという結果が得られましたつまりエクロリン E6 には、えー、とラットのマスト細胞上の座布団の発現量を抑えることによって最終的に抗アレルギー作用を示すんだということが明らかとなりました なので、もともと我々が、えっと、コンセプトとしていた座布団の発現量を抑えてアレルギーを抑えるんだということが、えっと、正しい仮説であったということが証明できたということになります。えっと、今回お話しした内容なんですけれども、圧生型ですね、アレルギーという病気に対して、えっと、密接に,あの密接に、えー、つながっている、えー マスト細胞上の i g の受容体ですね、座布団の発現量を抑えるという活性評価系を構築して、天然から活性化合物を見つける。いろいろな構造の変化を行うことによって、より活性の強いものを見つける。さらに工夫をして、動物試験で、えー、ちゃんと効果が出る化合物を見つけるという一連のこういう作業を踏まえて、薬、 といいいううものは最終的にに見つかっていくんだっていうお話になりますこの点は最終的にラットには効くんですけれどもこの先、えー、最初に見つけた化合物群が、えっと、人にちゃんと効くかっていうことを、えー、この先ちゃんと確かめていかないといけないという、まあ、大変な作業が残ってはいるんですが、まあ、新しいコンセプトのアレルギー薬 が見つかるんじゃないかなっていう入り口に立てたっていうお話になります。はい、えー、以上になります。ありがとうございました。